ご紹介に預かりました日本大使館の実績の講師をしております高橋でございます。本日はワンアジアクラブの3周年定期総会の開催、誠におめでとうございます。皆様ご存知の通り、今アジアの重要性はかつてないほど高まり、世界中が将来の世界経済の成長センターとして、アジアあるいはアジアの経済統合がどういう形で進んでいくのかということを注目してきております。ご存知の通り、この地域はすでに世界の GDP の約 23% を生産しておりますし、その比率は年々高まり、地位も年々高まっているという状況でございます。先ほど佐藤理事長からもお話がありましたけれども、経済のグローバル化、世界の経済が一つになるという流れの中で、同時にしかしまさに去年私どもが経験しました金融ショック、先端的な金融技術の発達がすべての関係者の予想を超えるリスクをもたらして、果たして今まで私どもが行ってきた経済のゲームのルールというものを今まで通り置いといていいのかと、それをどういうふうに見直し再構築しないと世界経済が安定的な成長はあり